アメリー・ノートンは、ベルギーの小説家。現代フランス語圏最有力の作家の一人であり、数多くの文学賞を受けている。本来の発音である、アマリー・ N ・トン・ B に近いアメリー・のトンブという表記もある。ベルギーの外交官であったパトリック・ノートンの娘として、ベルギーのエテルベークに生まれた。出生直後に、父親がベルギー大阪総領事に就任したことに伴って、 神戸に渡った。5歳まで日本で育った後、父親の転勤によって、中国、ニューヨークバングラデシュビルマラオスと移り住み、17歳の時にベルギーに帰国。それまでずっと外国を転々としていたため、故国に帰国子女として戻ってきても、自分が外国人のような感じがしたという。ブリュッセル自由大学に入学し、文献学を専攻した。 23歳で再来日し、三井物産に1年間勤務。その後ベルギーに戻り、1992年に殺人者の健康法で作家デビュー。以来、年に1作ほどのペースではあるがコンスタントに作品を発表し続けている。日本での就業体系をもとに、1999年にノートンが発表した自伝的小説が恐れおのの,のいてである。白人女性である。 主人公が日本の架空の大企業、弓本コーポレーションで味わう理不尽な体験を面白おかしく描いた。フランスで50万部を売るベストセラーとなり、この年のアカデミー・フランセイズ賞も受賞した。一方、小説の舞台となった日本では会社文化の不条理を誇張して描いていることに批判が集まった。実際、日本のある大企業の社長がこの作品を 嘘の塊だと評した、とノートン自身が語っている。2003年にアラン・コルノー監督、シルビー・テスティュー主演で映画化された。日本では同年のフランス映画祭横浜などで上映されているが、一般公開には至っていない。ノートン家はベルギーで代々続く、名門貴族政治家の家系である。首相を務めたジャンバティスト・ノートンや、 元外相のシャルル・フェルディナン・ノートンは親類にあたる。アメリー自身も2015年に一代限りの女男爵に上されているほか、ベルギー王冠勲章を2008年に受けている。アメリーの父パトリックが2004年に次元イントレランスジル42案で借り得るディープロマーティックを出版した際は、アメリーがその後書きを書いた。上記「恐れをののいては、日本、ベルギー関係。 聞いては日曜関係の悪化を懸念する父親が中日大使の任を解かれるのを待って発表したものである。姉のジュリエット・ノートンも作家として活動している。年表記はフランスにおける出版年を表す。ありがとうございます。